えリフさんそしてカルダのエイダーファンの皆様こんにちは即可塾のコウでございますえ2021年も最終的な最後のですねステーキング報酬が付与されたと思いますけども皆さんのステーキング報酬はどのぐらいになったでしょうかおそらくですね最後のステーキング報酬が付与されたということをもって1年間の利益を確定してですねそして納税に向かう方も多いんじゃないかなと思いますそれに連動してこのカルダのエイダが 日本円に決済されるそのタイミングっていうのが今ぐらいの時期に増えるんじゃないかなと私は思ってるんですよ。そうなるとカルドネイダが販売されるわけですからどちらかというと価格が落ちるのかなと思ったんですけども。 今日12月28日12 28月の時点ではちょっっとこうう上ががてるよよな感じがしますよね。現在180円前後で何日か前は160円だったと思いますんでまあちょっとしたプチ急騰というみたいなねそんな感じが起きてるかなと思いますんでちょっとね不思議だなと思いますよねもしかしたらステーキング報酬を多くの方が手にしたところを見てね 新規の購入者さんが増えたのかもしくはステーキング報酬が十分入ったことを認識して新しい資金を投入してカルダの枝をね買った元々のホルダーさんが増資したのかなっていうふうにいろいろ考えられますけども実態はわかりません、まあ、いずれにしましても私のこの放送を見てくださってる方は、まあ、リピさんのねおかげでカルダの枝のステーキングにも関われてると思いますし、えー、すごくね えー、信頼性の起きる透明性のある情報発信を5日に1度リピさんが3つの動画を持ってしてくださってるんであの安心してですねお届けお受けできるんじゃないかなと思っておりますまたこれからも2022年カルダネイダーについては情報発信どんどんしていけると思いますし私ねチャールズ・コースキンソンさんのツイッターから私の英語の勉強のためにもね翻訳した内容を別に渡辺瑞香さんの真似してですね 翻訳 YouTuber さんとして、なんかね、すごくレベルの高い方だと思いますんで、ああいった形で、私の方からもね、チャールズ・ホスキンソンさんの発言の内容を私なりの解釈を付与してですね、お届けできればと思ってますんで、そちらの方もご期待ください。えー、何にしても今年一年、本当に体の枝、ファンの皆さんにお世話になりました。そして、えー、リビさんもね、私の即歌塾の活動を お手伝いいしし、てくれるという意味もありますし私がリピさんのお手伝いをしているというところもありますけどもプール運営の方を順調にしてくださって本当に感謝しております私もねプール運営をどなたにお任せすればいいのかなっていうふうに迷っていたところだったんですごくいいタイミングでご提案をいただいてプロモーションも組まさせていただきましたつ、えー、いてはですね私も即果塾の新しいファンの方をどん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 こうね入っていただくのと同時に、えー、この私の放送がね新しい方に届くことも 考えられますのでその中で体の枝に興味を持った方に是非ねリピさんのプールをちょっとねご紹介申し上げたいと思いますのでまたリピさんあの動画に出てきてください対談などでリピさんのプール運営についての進捗ですとかねこれから期待できるリピさんなりの体の間の個人的期待とか感想などをいただければ。 きっとと多くの方の方励みとかねヒントになるんじゃないかなと思いますんでまた話せる日が来るといいなと思ってますじゃあ2022年も、えー、皆さんとともにカルダの間とともにそしてリピさんのプール運営とともにですね <laughs> 新しい時代をお迎えしていきましょうもうカルダの間をね手にしておけば、まあ、所得のすごくね難しくなったこの日本でも生き抜く方法は必ず見つかると思いますんでこれからもカルダの間ともに 歩んでいきましょうでは行ってらっしゃい